こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナルタオルの、デザインの入稿方法についてね、説明させていただきたいと思います。一般的に、私どもの、トップページにあります入稿データのテンプレート。テンプレートを用意してあるんですね。で、その中に、イラストレーターのデータを貼り付けていただいて入稿いただくっていうパターンが、デザイン事務所さんとか皆さんご存知なんでね、それで入稿いただくっていうのは一番間違いない方法なんですね。PSD、Photoshop のデータであるとか JPEG のデータとかで入稿いただくこともあります。でこれはですね、インクジェットのプリントの場合なんですね。オンデマンドで出力して、タオルにこのようにプリントする場合は、Photoshop のデータであるとか JPEG のデータでも全然大丈夫なんですけども、型を作って、色ごとに型を作ってプリントするスクリーンのプリントの場合は必ずイラストレーターのデータが必要になります。PSD しかないとか JPEG しかないとか、そういった場合もね、一度ね、私ども相談していただきますと、できないことないんですよね。私どもの技術的に全然できないことないんで、その辺相談していただいて、全然知識がないとか、やり方がわからないということであれば、まずね、フリーダイヤルから、お電話していただくというのが間違いないです。このビデオの最後にですね、お問い合わせ先っていうのが出てますのでね、フリーダイヤルの番号を書いてますので、そこからまず問い合わせください。よろしくお願いいたします。